アラートがご覧のように出ています。対象地域になった宮城、山形、新潟では在来線が一時運転を見合わせていましたけれども、8時11分には運転を再開しているということです。東北地方を走行する新幹線も平常通り運転ということになっています。JR によりますと、この J アラートが出たために対象地域となりました宮城、山形、新潟の在来線